はい、大日和女王さんの昭和明け2歳オスでサイズが50センチです。お願いします。はい、オスです。なんと三段模様をしてる、鯉です。そして、その三段模様の、白地を多く開けたところに、墨の見せ場が、はい、そして、縦墨が入り、こちらにまた墨が、そしてこのところにも、はい、墨模様が、はい、非常にいいところに墨が入ってきてます。そして、この白地が入ったところのそこにもまた掛け墨ですけど、肩にも墨を持って、この墨が起きてくると、多分今とは全く違う雰囲気の鯉になってくると思います。はい、体形も非常にがっちりとした印象がありますね。はい、ね、頭の作りもいいし、非常に、体型のいい鯉で、また、三段模様で、そして白地のとこの墨もも良くて、模様もいい鯉です。はい、それで横を見ていきたいと思います。はい、まあ横とは言わず、まず頭の方から、口墨を持って、面は良しそうな雰囲気を持ってます。そして、はい、この肩口の墨と、はい、この墨の模様、はい、こちらも白地に墨が入ってます。はい、なんかメスみたいなケツだねこれ。今調べるんですか。うん、はい、オスです多分。多分。でも体型もメスっぽい感じがしますよね。うん、でもまあ追い干しが結構あるし、でも暑いから、はい、オスです。はい。これからのこの墨の出具合が楽しみな感じですね。そうです ね、本当にこの墨の出方で全然変わる子になると思います。はい。これぐらいのこれからの墨というのが、楽しみ魅力の一つじゃないでしょうか。はい、大日和女王さんの昭和明け2歳オスでサイズが50センチです。お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。